はい、どうも皆さんお久しぶりです。プレイヤータカです。今回は邪悪な妖精マレフィセント。コイン稼ぎをしていきたいなと思います。今回新ツムで、追加新ツムとしてね、登場したジャマレこと邪悪な妖精マレフィセントなんですけど、とにかくやばい、稼げる。このね、両方スコアとコイン稼ぎ両方に特化したもうオールラウンダーツムなんですよね。でもやはりあのマレフィセント系のスキルってやっぱり向き不向き、プレイヤーによってあると思うんですよ。だけど僕もね、このマレフィセント系のスキルって超苦手です。もうおまけにもうここまで練習しました、レベルもう27です。もうはい、それでもなんとか1万コインは届かなかったですけど、とりあえず9040枚、獲得することができたんで、そのプレイ動画をご覧ください。それではどうぞ。
はい、プレイをしていきましたけど、いかがだったでしょうか。今回はスキルマックスの54のみのプレイとなりましたけど、それでも、ソコインが9040枚、やばいですね。強さはもうほんまもんだと思います。練習はしたといえど、マレフィセント系のスキルが苦手な僕がプレイして、ソコインが9040枚、これはね、もうぜひ皆さんゲットしてない方はゲットを絶対してほしいですね。何にせよこのツムは期間限定で、またコインも稼げる。コインが稼げるってことはなかなかね、復活っていうのはねしないと思うんですよ。まあ僕の見解としてはね。なので今のうちに1体でもゲットして、あとはスキルチケットでなんとかなりますんで、とりあえず1体ゲットしましょう。あとまたね、使いこなせないから取ってもしょうがないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ僕が解説するっていうのもちょっと難なんですけど、簡単なコツとしてちょっと言っておきます。まず1点目、これはねよく聞いてるショートチェーンですね。ショートチェーンでタイムボムを狙っていく。あとまあね、ロングチェーンをしてしまうとやっぱり見にくくなるし、チェーンもうまくいかなくなるんでね、とりあえずショートチェーンでちまちま消していきましょう。あと2点目ですね。まあ空振ってもいいんで、手数を多く出しましょう。まあチェーンができなく空振りっていうのはまあよくあるんですけどね。でもこれはまあ練習と思って、とりあえず手数を多く出すところから始めましょうね。あと最後3点目です。これは相手のプレイスタイルにもよるんですけど、端末は机かどっかに置いて、置きプレイでプレイします。そして右手でツムを消して、左手でボムキャン、まあボム割りでプレイしていったら、少しはスコアまたはコインが稼げるかなと思います。まあ自分も苦手なのでそんなに大した解説はできなかったですけど、こんな風にソコインで9000枚、まあスキルマックスですけど、ソコインで9000枚いくつむってなかなかいないと思うんで、皆さんぜひゲットして、コイン稼いじゃってください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。